はい、こんにちは、新町 TV へようこそ。本日は3月16日、今朝はね、雪化粧してました。薄化粧で、まあいい感じですけど、寒いは寒いですね。ほんま寒かったです。雨の予報が、みぞれになったっていう感じですかね。まあ日本の四季はこういう感じもいいっちゃいいんですけど、やっぱぬくい方がええのがええですね。本日も宇宙戦艦ヤマトのネタです。ちょっとね、何回も見て気づいたって言いますか。でね、まあこの先日、昨日か上げた動画の中で鬱陶しいとこを探そうと思ったんですよ。まあ、動画見ながらね。でも動画見ながら鬱陶しいとこ、まあ確かにたくさんあるんです。まあでもよく作られてるなとかでもね、そういう鬱陶しいアラを探そうと思って見てると、あれこれこう繋がってるやとかいうのがあるじゃないですか。でまあそれがびっくりしたのが、私ね、森行きが記憶を失ったまま特攻に一緒に古代と行くのはそんなの絶対ダメだよとかって思ってたんですけど、森行きはだから森行きがあれ2人いるんですよね。まあ最後までご覧になった方が分かると思う。アコで合体するじゃないですか。その前に記憶を取り戻せようと思ったんですけど、森行きは古代進むに2回掘れるんですよね。ああまあそういうことかと思って、俺もぬるいなとかと思ってまあまあそれはそれでいいなとかと思って、まあ、確かにね、最後の特攻からガトランティス戦役から半年からの時間と、まあ古代君がね、碇シンジ君みたいになってるのは、まあちょっと長いっちゃ長いなと思ったんですけど、まあやっぱり最後の方のやっぱ真田さんの話はすごく良くて、でね、次元断層の中に飛び込むっていうのは実はね、特別攻撃隊なんですよね。人類が経験したことのない初めてのことをやっていくっていう、まあ帰還を保証するものではないっていう形で、おそらくね、搭乗員の方は一筆書かされてると思うんですよ。ああそういうことだったんだなとかと思って、しかも国民投票で選ばれた場合は絶対行かなくちゃいけないっていうことなんで、まあもちろん全員志願兵ですよね。まあそれがね、まあそういうことだとかと思って今気づきましてね。そらね、なんぼまあ僕らねこうやって上から見てるって言いますか、まあ真田さんだから大丈夫だろうとかって、まあ大和だし、まあ、エンディングでもういいエンディングになるんだろうとかと思って見てるからいいですけど、助けに行こうと思う、真田さんの演説を聞く前にやることがあるだろうって島が出ていくシーンが、ああこれはそういう見方をすればまた思う、まあなかなかいいのかなとかと思いましたね。だから宇宙戦艦ヤマトは二度死ぬではないですけど、ああそういうこともあるのかなとかね今更気づいて遅えよっていうのもあると思うんですけどね。これこういう言及してる方あんまりいらっしゃらないんで、もしこれについて意見ねいただければ本当に、いやね、ふーっと思ったんですよ。でもし行けない場合は退路がもうないわけですから、次元断層もないし、だからもう、まあ、片道燃料ですよね。で真田さんの解説の中で、向こうから降りてくる時にはエネルギーはいらないけど、こちらから行く場合についてはもう無限のエネルギーがいる、
に言及している方も、まあ、あんまりいらっしゃらないんで、もしこの祖父がよろしければね、本当に、まあそうですね、本当にもう今回そう、これ気づきじゃないのかもしれないんですけど、これそういう考え方で見たらまたあのエンディングも違うのかなと思うんですけど、まあでもやっぱ長いっちゃ長いですよね。でね、いろいろで加藤さんの生き残りの件についてもね、いろいろ調べてみたんですけど、まああの動画の中でね、やっぱ亡くなってるのかなとかっていうのがあります。最後のあの最後フレームの共鳴で、あのみんな黄色になって出てくるとこあるじゃないですか、まあ、そこ最後フレームって言ったらどうかっていうのもありますけど、はい、あそこにも出てこられるんですよね。山本はこのシーンにいないんですよ。で、まあ、いわゆる高次元宇宙の世界に行った時も加藤の声は出るんで、で山本の声はやっぱないんですよね。まあその辺の伏線かなと。であと一個、まあ加藤ネタっていうのは皆さん本当にね、やっぱりあの年取ってくるとね、あの残された息子と最愛の妻、そりゃ誠ちゃんなんか嫁おったらないね、そりゃ思いますもんね。あの子絶対ええ子や思いますもん。ほんま佐渡先生がしつけてるっていうか、佐渡先生のいいパートナーでしたからね。まあそれはまあいいとして、うん、ですんでね、うん、でもう一個、あの英雄の丘ガトランティス戦役半年で、英雄の丘で皆さん集まって、まあ、黙祷されとる時に、あの翼くんのここに、もうこっちかな、俺もここら辺に傷があるんですけど、加藤の傷があるところに絆創膏してたのが、これはねすっげー印象的だったんですよね。あとまあ謎はつきます。あとね、やっぱ森行きはね、前作の方がやっぱ良かったですね。まあシャキシャキしてくれていいんですけどね、まあ、そんな感じ。ちょっとね、取り留めもない話になった感じがするんですけど、ちょ全体的にやっぱりもう今度もうディレクターズカット版か、あのご意見とかもいっぱいいただいたんですけど、やっぱ尺が足りないっていうのがありますんで、まあ、3時間のダイジェストでいいとこだけまあ、あのいらんとこ切ってとかっていうのをやっていただきたいっていう意見もすごくありましたね。まあまずはね、まあ、今回ね、あの今日動画作るつもりなかったんですけど、宇宙戦艦ヤマトは二度特攻するっていう、まあこれもしかしたらそうかなと思うことがありましたんで動画を作ってみました。まあもう、だから毎回見るたんびにあの感想が変わるっていう動画っていうのは、まあ、映画にしてもそうなんですけど、素晴らしい映画だと思うんで、ぜひね、あの若い方で今見た宇宙戦艦ヤマト愛の戦士2202愛の戦士たち、年を取って見たらまだ絶対印象変わりますんで、あの、まあ、国民的アニメにもっともっとなればいいなと思います。本当ね、あのコメントね、昨日もたくさんいただいて本当ありがとうございます。まだこうやってね、あのヤマトに関することは、まあ私も本当にそうですね、10代じゃないですね、最初に会った頃ですから、もう40年以上のお付き合いになりますんで、あの私についてのヤマト愛についてはまあ、何かありましたらまた語っていこうと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。あ、ぜひあの
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。でね、大きいお友達も増えましたんで、まあ古いアニメの感想等につきましてもまた動画作っていきますし、まあ、フィギュア等ありましたら、まあフィギュアが本業ですので、あのそちらの方の紹介もさせていただきたいと思っております。で本当にいつもご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いできれば幸いです。以上、新巻 TV の土井久幸がお送りしました。